アマチュア無線、国際アマチュア無線連合国際アマチュア無線連合は各国のアマチュア無線機関が集う国際的な同盟である。イアルは会議を持ち一般的な事柄を論議し、また国際電気通信連合に対し総意を代表する。1924年にフランスイギリスベルギースイスイタリアスペインルクセンブルク。 カナダアメリカ合衆国の代表による非公式会合が行われ、1925年4月にフランスのパリで国際的なアマチュア無線組織を創設するための国際アマチュア無線会議を開催する計画が策定された。会議はパリ大学で開催され、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカアジアの23カ国の代表が参加した。 1925年4月17日にリアル検証が採択され、1925年4月18日に国際アマチュア無線連合の成立が批准された。4月18日は結成80周年の2005年に世界アマチュア無線の日という記念日になった。会議の議定書は英語、フランス語、エスペラントで書かれた。2009年2月現在、 国際アマチュア無線連合は162カ国の加盟組織で構成されている。リアルの管理委員会には選挙によって選ばれた代表、副代表、幹事、地域代表を含むその他の役員がいる。またリアル国際事務局は選挙によって選ばれた会員組織で運営されている。現在国際事務局はアメリカコネチカット州ニューイントンに本部を置く。 アメリカ無線中継連盟が運営している。リアルは第1、第3の3つの地域に編成されている。これらの地域は国際電気通信連合が使用する ITU 地域に対応している。各地域には実行委員会があり、通常代表、副代表、幹事、財務担当者、及び複数の取締役で構成される。これらの地域役員は 三年ごとの地域会議で加盟組織の代表によって選出される。コーディネーターは地域内の特定の分野を支援するため、または地域内の特定のアマチュア無線活動を促進するために地域の実行委員会によって任命される場合がある。三つの地域すべてがアマチュア無線方向探知、非常通信、電波障害の監視、電波伝搬のためのコーディネーターを任命している。 第一地域の加盟組織第一地域にはアフリカ、ヨーロッパ、中東、北アジアのアマチュア無線化を代表する加盟組織が含まれる。第一地域はリアルの3つの地域の中で最も多くの加盟組織を持ち、いくつかの国際的取り組みのもととなっている。第一地域の活動は1 0ヘルツ帯1 8ヘルツ帯2 4ヘルツ帯の アマチュア無線バンドの作成、相互運用協定の標準化の改善、アードフの促進につながった。第2地域の加盟組織第2地域には、北アメリカと南アメリカのアマチュア無線化を代表する加盟組織が含まれている。第2地域の組織は、1964年に、メキシコのメキシコシティで15カ国の無線団体の 代表者が出席して開催された第一回パンイコールアメリカンアマチュア無線会議で設立された。第三地域の加盟組織第三地域にはオーストラリア、アジアの大部分、太平洋諸島のアマチュア無線化を代表する加盟組織が含まれる。アメリカ無線中継連盟とイギリス無線協会は国土の大半は他の地域に位置しているが第三地域の正会員組織である。 ロレルはアメリカ合衆国のサモアグアムキタマリアナ諸島及び太平洋のその他の従属地域におけるアマチュア無線化を RSGB はイギリス領インド用地域のアマチュア無線化を代表する第三地域では地域のアマチュア無線化による容易な相互運用を促進するために相互運用資格の調和を促進することに特に重点を置いているリアルは 全世界的にラジオスポーツ活動の開催と推進を行っている。高速電信術のルールは、リアルのワーキンググループによって維持され、リアルは国際競技のスポンサーにもなっている。アマチュア無線方向探知競技も同様である。これらほど直接的にではないが、アマチュア無線コンテストにも関与し、毎年開催される国際大会のスポンサーとなっている。 イアルはこれらを直接組織することはないが、ホスト団体を通じて認可を与えたりスポンサーになったりしている。イアルはコネチカット州ニューイントンにある本部に無線局を設置している。コールサインはニューイチオータムウィンターである。連邦通信委員会によって許可されたアマチュア無線局として、1はニューイングランド地域における位置を表す。 ニューはアマチュア無線化が独自のプレフィックスを作り、非公式に使用していた1928年、以前から使用されていたもので、ノースアメリカの N と USA の U から取ったものである。オータムウィンターのサフィックスは、アメリカ無線中継連盟が所有する無線局 W1 オータムウィンターと合わせたものである。ニュー1オータムウィンターは、アマチュア無線コンテストで頻繁に活動している。 イアルは何年もの間、世界中の永続的に人が住んでいる6つの大陸のハムと更新したアマチュア無線化に対し、ワークドオールコンティネンツアワードを発行している。特定のバンドやモードに限定した特別な賞や裏書きもある。ありがとうございます。